今日は昨日に引き続き16分音符にしては簡単なフレーズの説明をしていこうかと思っております。はい、どうもです。ベーシストの森田哲夫です。今日もどうもよろしくお願いいたします。ね、今日はあんま初めて見慣れてる方いないかもわかんないですけども、今日もね、昨日に引き続き16分音符の練習について触れていきたいなというふうに思っております。で、16分音符のフレーズってどういうことなのかというと、まあリズムの中にはね、4分音符だったり2分音符だったり、まあ8分音符だったり16分音符だったり、まあ時には32分音符だったり、まあ6連符だったりとか3連符だったりいろいろあると思うんですけど、まあ、今回は最小音符が16分音符。つまり32分音符とかが出ないってことですね。まあ、実際曲の中で32分音符っていうのが出てくるのはまあ稀だと思うので、まあ、常用でよく使われるものですね。まあ、あと6連符とか3連符シャッフルっていうのもまあまあちょくちょく出てきますけども、まあ、やっぱりね、16分まで、特に8ビートと16分音符っていうのが、特によく出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、一般の曲をやっていく上でね、どうしても避けて通れない部分だと思っております。で、まあ、いつもいつもなんですけども、このチャンネルは、例えば今日もね、問題を出して、それに対して解説しながら、実際やっていこうというふうな感じでやっていくんですけども、なんかね、僕がちょっと弾いて、真似して、弾いてもらおうとかっていうのが、本意のチャンネルではございません。具体的にこの出てくる音符をどのように読んでいくといいのかなっていう感じで、具体的な感じで弾いててもらうっていう風な感じ、まあ、もっと言うなら、弾いてもらうのみならず、僕がね説明せずとも、まあ、パッと見て分かってもらうっていう風な感じのチャンネル、まあ、そこを目標にしているチャンネル、説明をしていくチャンネルという風な感じで思っております。なので、ね、今日の動画とかも僕実際弾くんですけども、まあこれ僕レッスンでね取り上げている時っていうのは、実際こう僕がね弾いてどうぞ弾いてくださいっていうことは、まずやんないです。もっとねリズムがシビアな状態のことを伝えたい時、まあその辺の話はねまたおいおいね、リズムに関してってことで話したいなと思うんですけども、シビアな感じで話をする場合っていうのは一緒に弾けるようになってる状態で一緒に弾いていくとか、こういう風な感じだよねっていう風な感じで、僕が演奏してそのフィールというかね、音の長さみたいなものを感じてもらうことっていうのはあるんですけど、具体的に音符を読んでいくものっていうのは僕はもう口頭で説明して、理路整然とねやり方だけ説明して、それで弾いていってもらう、理解していってもらうっていう風なことが大事だと思うので、そのような感じで、普段はやっております。なので、このねチャンネル見て僕今日弾いちゃいますけども、これでねなんとなく僕の真似して弾けるようになったつもりになるわけではなく、この本質をね捉えてやっていってもらえると嬉しいなと思います。なのでね、僕がやる前にこう、まあ、一応譜面出しますので、今日も、まあ、一時停止してもらって、今までのやり方でねご自身がこうまず弾いていただく、クリックとかに合わせてね弾いていただいて、で正解がどうなのかなって僕も一緒に弾くので、それで合わせて弾いてみて、あー合ってたなとか、あ違うなんだなとかっていうような感じでやってもらえると、動画を有意義に使えるんじゃないかなと思っております。そして今日はね、今日もいつも通りなんですけど譜面出すんですけど、まあ、今日使う譜面っていうのは、まあ、下で説明欄のリンクでねノートというところから販売しております。まあ、数百円のものなので、動画の内容とね全く同じようにリンクした問題がいくつかありますので、まあ、ぜひねそれを見ていっていただけるとね、ご自身の成長にもつながるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、いくつかね問題集というかリズムトレーニングはねバラバラいろいろやった方が必ず身になる、なると思うので、もしよかったらねうまいこと使っていっていただけると嬉しいかなと思っております。まあそんな感じでね今日もやっていこうと思います。で今散々こうね長々と説明しましたけど、まあもしね今日初めて見られた方とか、もしねチャンネル登録まだされてない方いらっしゃいましたら、もしよければねこういう風な具体的な話をねしているチャンネルなのでね、ねとか言っちゃいましたけどね、なのでねチャンネル登録ぜひしていっていただけると嬉しいかなと思います。そして、今日もねよかったなとかね、あ勉強になったなと思った方、ぜひグッドボタンコメントいただけると嬉しいかなと思います。いろいろ催促が多くて申し訳ないです。まあそんな感じでね今日も行ってみたいなと思います。では皆さん今日もよろしくお願いします。では行ってみましょう。ベースベースベース、はい、では今日もこのスタイルで行ってみようかなと思います。昨日に引き続き、ジャズベースですね。ピックガードがないやつですね。昨日ピックアップとか言っちゃいましたっけがね、ピックガードがないやつですね。うん、やっぱなんかいいですね。なんか、まあこういうホデラとかもいいんですけど、やっぱ予言ベースはね、開放的になるのが気持ちいいですね。こう、
なんていうんですかね、ブリブリっていうかボーンとね開放的になってくれるのが、予言はやっぱり気持ちいいですね。おのおのね、人間と同じでね、楽器の特徴があっておのおのいいところがね違うのでね、楽しいですよね。人もそうですけどね。まあそんな感じで今日もやっていきたいなと思います。まあ余談話しているとねまた長くなっちゃうのでいきます。今日はね、今日もねまた下かこっちか見やすいところに出しますので、出してみます。ほい、はい、出てきました。今日はですね、このはい出てきましたっていうのもねもう慣れたもんですけどもね、まあもう行きましょう。今日はですね8番をやってみます。昨日の7番に引き続き8番をやってみようと思います。今日も、同じような感じのフレーズが流れております。まあ一見見るとね、昨日よりもちょっとね音符がいっぱい詰まってるので、難しいようにも思えると思うんですけど、昨日に比べると、シンコペーションのねタイがかかっている部分がないので、まあちょっとやりやすい部分もあるのかなとかっていうのを思ったりします。そして音は、いつも通りの音が使われてます。一種類の音しか使われてないです。何の音でしょうか。まあもちろんね、皆さんね、このチャンネルよく見られてる方はもちろんわかりますよね。 C の音でございます。今日も同じく A 弦3フレットの C を使います。そんな感じでね、いつも通りながら話をしていきます。今日ももちろんですけどもメトロノームを使っていきます。大好きですね。翼くんの友達はサッカーボールですけど、僕たちの友達はメトロノームです。今日も、テンポ75だけでやろうと思っておりますけども、実際皆さんが練習していただくときは、プリントにも書いてあると思うんですけど、書いてあるかな、書いてありますけども、60、75、90ぐらいで練習してくださいっていう感じでやってますので、やっていただけるといいかなと思います。そして今日もハードル高く、クリックを8分音符裏で取っていきますので、まあ、その裏の説明とかっていうのはまたここら辺とかにも出しますので、まあ、具体的に見ていただいて練習していただけるといいかなと思います。ちょっと8分音符が裏がハードル高いよっていう人は、まあ4分音符の表とかでやってもらってもいいんじゃないかなと思っております。まあそれ以上細かく、クリックを鳴らすのは、やめといた方がいいと僕は思っております。あまり推奨していません。まあ、8分音符とかでこうって鳴らすのは推奨してないってことですね。まあその辺についてはまたね、リズム取り上げて話の、リズムのトレーニングの仕方みたいな感じで話をしていこうかなというふうにも思っております。そんな回を作ろうかとも思っております。ではですね、まあ8番早速やっていこうと思います。これもね、いつも通りながら、いつも通り毎回毎回同じ説明をしていますけども、毎回毎回同じような感じでやっていきます。4つ塊で見ていきます。4つ塊って何ぞやということなんですけども、最小音符の4つ塊というふうな感じになります。1拍目、2拍目、ないしは3拍目、4拍目の間に16分音符が1つでも使われている場合、この場合は必ず、1拍ずつ見ていってくださいというふうになっています。まずでは一拍目見てみます。もちろん今回ね16分音符が全部いっぱい使われているのでね、一拍ずつ見ていくものと考えます。1個目の一拍目のリズムは何かというと、これダーダーウーダというリズムになります。1個目2個目3個目は弾かなくて、1個目2個目4個目ですねを弾いて3個目が9分になるというリズムですね。まあ具体的に裏のリズムでやっていくと、これ1、2、3、4、1、2、3、4、とこのように今日はリズムを弾いていくので、まあ具体的に弾いていくと、言っていくと、3、4、ダダ、ダダ、ウタ、このような感じになります。弾いてみます。3、4、このようになりますね。非常にシンプルです。意外とシンコペーションが入ってない方が楽かもわかんないですね。ちょっと技術的に指が動かすのが早くなるので、まあその辺がちょっと大変になるかもわかんないですけど、まあリズムとしてはまあ意外と簡単かもわかんないですね。その次見ていきます。順序が変わっていて、ダウダダ、1個目3個目4個目を弾いていく感じになりますね。具体的に言ってみます。1、2、3、4、ダウダダ、ダウダダ、ダウダダ、弾いていきます。ダウダダ。このようになりますね。まあ75だと結構早いんですけど、これ90で具体的にやっていくと結構早いと思うので、焦らずテンポをね、いきなり上げずにね、今日はいきなり75でやってますけども、まあ60とかから丁寧にやってあげるといいと思います。
では、一泊目に、一泊二泊とバラバラで見たので、それをガチャコンといつも通りしつけて、一泊一、二泊目を通してやってみたいと思います。3、4、そうですね、こんな感じになりますね。で、この時のコツなんですけど、やっぱこの8裏でクリックが鳴っているので、ちょうど16分音符で言うなら3個目のところになっているはずなんですよね。なのでこのダダウのところと、それからダウダのところがきちんとリンクしているかなっていうのを意識していってあげるといいんじゃないかなと思います。ではそのまま続けていこうと思います。3拍目を見ていきます。3拍目、これどうなってるのかって言ったら、ウダダウという風になってますね。これは一拍目じゃないな。一個目と四つ目が休みで、二個目、三個目を弾いているって感じですね。具体的に言ってみます。三、四、一、うだだう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 。このような感じになりますね。そして最後は、4拍目に関しては、まあこれはもう8分音符2個なので、まあダーダーというかね。まあ具体的にはダー、あ、ダー、あなんですけども、まあこれは8分音符主体みたいな感じで考えてもらってもいいんじゃないかなと。8分音符いっぱい練習してる方だったらそんなに難しいものではないと思うので、まあそのようにやっていきます。3、4、1、ダー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 。このようになりますね。で、今さっきやった3拍目と4拍目をガチャコンとつけるという感じでやります。3、4、1、3、4、1、3、4、1、まあ、このような感じになるってことですね。で、まあ、1、2拍目と、3、4拍目をまたガチャコンとつけてあげると、そうするとまあ一小節のフレーズができるって感じですね。これ結構かっこいいと思うんですよね。いきます。3、4、1、3、4、1、このような感じになりますね。なんか一般的なね、ポップスとかロックの曲とかでもね、なんか決めとかに出てきそうなフレーズですよね。まあそんな感じで、今日はリズムトレーニングこの辺にて終わりという感じにしたいなと思います。ベースベースベース。はい、どうもお疲れ様でした。今日もありがとうございました。いかがでしたでしょうかね。まあ今日取り上げた16分音符っていうのはね、意外とこう、まあシンコペーションとかはないので、リズムの分析っていう部分に関してはそんなに難しくないと思います。ただやっぱりね、16分音符がいっぱいついてたりとか、細かいところに16分9符があったりとか、まあこれね、具体的に見ていくと、たたう、たたうみたいな感じでね、3つ塊が16分音符でこう動いているようなフレーズになってますので、ちょっとトリッキーで、まあかっこいいんですけど、ちょっとトリッキーな感じになってると思います。なのでね、この時にね、うだだう、うだだう、うだだうと考えるよりも、まあこういう、これぐらいの程度のものだったら、まあ4つ塊で見ていってあげると、理路整然とできるんじゃないかなと思っておりますけども、これを実際弾いていこうと思うと、まあ分析するまではそんなに難しくないと思うんですけど、まあテンポが速くなってくると、リズムがうまいことクリックと兼ね合わないとか、指が追いつかないっていう状況に陥りがちなものでもあります。結構難しいと思います。やっていただいたら分かると思うんですけども、75ぐらいまでだったら大丈夫だと思うんですけど、90ぐらいになってくると結構おーってなると思うんですよね。じゃあどうするのかって言ったら、まあ、一応プリントには60、75、90ぐらいで練習することというふうに書いてありますけども、何もね、75終わったら必ず90にね、必ずステップアップしなきゃいけないのかって言ったら、そういうわけではないので、例えば75から90っていうことは、まあ、実際的にテンポ言うなら15を上がってるわけですよね。たった15のように思えるかもわかんないですけど、これ16分音符が絡んでるということですよ。もしこれ8分音符の曲だったとしたら、15アップするってことは、8分音符に相当するなら、8分音符のリズムの、フレーズに相当するとするなら、30テンポが上がってるわけなんですね。で、30ったら大概上がってるものだったと思うんですよ。なので90でうまいこといかないなとか、なんかちょっと怪しいなと、本当にまああれなんですけど、ちょっとでも怪しいなと思ったら、例えば75終わったら80にしてあげるとか、で85、90
というふうに少しずつ刻みを増やしてあげる。で5を上げるのもしんどいなっていう人も稀にいるわけですよ。まあもっと言うなら75から80は上げれた、80から85も上げれたけど、85から今度90に上げるのがしんどいよっていう時とかだと、もうちょっとさらに細かく踏んであげる。87だったりとか88だったりとかして少しずつ上げてあげるみたいな感じで、よりねテンポが速くなっていくと難しくなっている部分っていうのは増えていくので、その辺をきちんと刻んでいってあげる。そして90でも、もっと言うなら、まあ、もうちょっと早い95ぐらいでも弾けれるようになるみたいなのが、最終的にね非常に強固なリズム感、リズム、いいフレーズね、いい感じで弾けるっていうものにつながっていきますので、まあ、そんなような感じでね、ご自身で練習するときっていうのは、ね、リズムはねもっと細かくやっていただいてもいいんじゃないかと思っておりますね。そしてまあよかったらね、何卒、今回はね C だけで弾いてますけども、まあその前とかだとリズム分析表みたいなのもついてたりとかですね、その次はですね、具体的にこう音とかもね変わってたりとかっていう譜面もあったりします。今日は特に使ってないですけど、これ以上ね、今日初めて見られた方だったりするとね、16分音符っていうのは難しいと思うので、最小音符8分音符とかっていうね8ビートのプリントとかっていうのも用意してますので、もしね興味がある方は、一度リンクのねノート覗いてみてあげてください。そしてね、もしよかったなと思った方は、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。チャンネル登録お済みの方は、グッドボタンをまあ押しまくってもらってもね、押してもらって消えて、押してもらって消えてってなっちゃうんでね、一個押していただけると嬉しいなと思っております。まあね、いつも同じようなことで申し訳ないんですけども、まあそんな感じで、励みになってますのでよろしくお願いいたします。まあそんな感じで今日は終わりにしたいなと思います。またそのうちねリズムのねトレーニングのことについても具体的に触れたいなというふうに思ってますので、またねちょいちょい取り上げていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では今日はこの辺にて終わります。ありがとうございます。ではまた、皆さんまた、ありがとうございます。